はい。えー、皆さん、こんばんは。マンカラ TV のゆきちです。どうも。えー、今はですね、4月28日の夜8時39分、39分ですね。えっ、ー、と、金曜日の夜なんですけれども、はい。皆さんお待たせしました。今週は、春の天皇賞、G1 がありますね。先週ね、ちょっと G1、えー、少し、 お休みさせていただいていて、まあ、G1 がお休みっていうかね、G1 は開催されてませんので、競馬をお休みさせていただいて、ちょっと釣りに行ってきてですね、少し日焼けしてるんですけれども、今日も競馬イトの方、買ってきてるんですが、まだ何にも印ついておりません。なぜかと言いますと、えー、そうですね、諭吉がやってる予想ですね、はい、春の天皇賞、何を買うかっていうのは、えー、いつも言っております。JR a のレースは JR a の えー、ホーームページにった書いていてるよ先週ですね、皐、え、月、ー、賞を取って、あじゃあ桜花賞を取って、調子乗って皐月賞も頑張りますとかなんて言いながら、皐月賞すっかり外してしまったんですけども、まあれは、あのー、敗因は自分で分かっております。あのおととしのレースの、ね、データを参考にしちゃったといつも言ってますよね、JRA のレースですから、JRA のホームページに聞け、ね、今年の データっていうね、データ分析で出てい今年のって言ってくれてるのに、わざわざ今年の、おととしのね、データを参照を少し参考にしたことによって、まあ、事を外し、間違ってしまったと。あれ、あのね、あの見ていただいた方がわかりますけども、1着は固定しますけどね、2着のところ、2列目のところに4等出してますけど、その三そのうちで3等で決着してるっていうね、本当に自分で失敗したなと思っておりますので、今週は、やはり、 <laughs> 初心に変わりまして、ここ、ね、えー、今週の注目レースと、左上にありますね。これ、天皇賞、春とありますのでね、こちらの方、こういってるね、あのー、出走表出てきます。はい、そのここのね、多分のところに、出走表、出走場情報、調教動画、ほかデータ分析、プレーディングとかね、あります。ここのデータ分析をポチッとなと。そしたら、こういうふうに、今年の天皇賞、 春に向けての、えー、データ分析が出ております。2年以上にわたるね会社休止期間が終わり、えー、京都競馬場所がね、やっとオープンしましたので、えー、見ていこうかなと思います。はい。えー、っと、大間ちゃんの方ですね。えー、出走馬の方はね、ずらーっとこうね、17と、はい。 出てきておりますのでまあ後でゆっくり見ていこうかなと思いますけれども、えー、まず上位拮抗のレースということで人気上位までね決着する,することが多い、えー、天皇賞春でございますあのなかなかですね荒れるっていうイメージがないかなという皆さん思ってると思いますんで あの、4番人気以内の馬がもう確実に1着を独占していると。で、2着も6、六回、3着も6回。で、えー、5番人気からで、ね、2着3着に4着、いや4頭4等っていう風に入っているんですけども、もうパーセンテージで言ったらすごく低い確率になってきます。はい。ですから、まあ、軸に持ってくるのはやっぱり、うん4番人気以内の馬と、まあ、うん人気は2頭人気は2頭と穴馬が まあ、日もあれですよね。そういうところを狙っていくかなっていう感じにはなるんじゃなかろうかと思っております。はい。えー、それと、えー、前走4着以内が目安2となってますので、えっ、ー、と、前走の成績見たときにですね、えー、やっぱりジャスティン・パレスとかですね、えタイトルホルダーとかですね、えー、っと、 調子良かったと。ただね、あの、菊花商場である、アスクビーターもが9着とね、日経賞で大崩れしました。えー、ここにも書いてますね。えっ、ー、と、5着以下ですと、すごく悪くなりますよと。まあ、1着が1回、2着が2回とありますけれども、それ以外、ね、えー 全走4着、まあそうですね、なってますよと。二、えー、2番人気4着のアリストレス、全走阪神大笑点7着とかですね、2020年では3番人気6着の奇跡が、えー、阪神大笑点7着ですね。まあこれなんか阪神大笑点7着だったらダメみたいな,感じなイメージありますね、こういう感じだと別に他だったらいいのかなって、ちょっと迷いますけども、まあでもアス、アスクビクターモアがね、9着と日経賞ね、大崩れしましたんで、 ここはね、ちょっと、うん、一つ、鬼門になるかなと。まあ、ここでね、田辺君が降ろされてね、えー、横山拓司機種に変わるんですけども、まあ、ここもね、アンカスさんの動画見た方はわかると思うんですけど、あんまり変わるのはよろしくないんじゃないかな、みたいなことを言ってましたけどもね。はい。<coughs> えー、まあ、それでそれ以外で言うと、人気どころ、ディープボンドも5着に阪神大終点終わってますし、あと、人気どころ、どこがいるかな。 まあ、ボルドグフーシュとかはね、阪神大賞店2着。まあ、天狼龍なんかね、大阪杯4着頑張った方だと思うんですけどね、7番人気いいですか、今。うん、って感じですね。まあ、やはり4着以内がいいんじゃないかな、という、はい、出てます。えっ、ー、と、後輩賞の前哨戦も限られるということで、えっ、ー、と、日経賞阪神大賞店大阪杯から臨戦してくる馬っていうのは、すごく成績がいいです、ということですね。えー、3着の率りつも50%超えている。 というあー違いますね。えー、この俺は3レースで1着だった馬は3着目の50%を超えているということですので、えー、と日経賞1着は阪神大賞1着は大阪杯1着馬なんかにはピックアップしていきたいかなというところですけれども。はい <laughs> そうです、ねうん、はいはい、まあその辺でいきましょう。えー、とあとはね、名刺が春の盾を制すということで、過去10年の春を制した時期7人と,とでね、そのうち横山和樹騎手を除く6人はすでに GLAG115 勝就上受賞しているベテラン騎手ですよということですね。まあ、今回、武豊、ルメール、横山紀 ですね。が、えー、対象になるかなっていうところですね。まあ、あと、和夫君もね、まあ、一回勝ってますから、っていうことですけどやはりね、やっぱり、機種が強いかなと思います。はい。うん、なかなかラッキーではな、ね、い。この長い距離を、はい、いけるかなっていうところで、ね、3200メートルですからね。で、あと、ね、ステイ、えー、これね、略称で、ステイゴールド、ディープインパクト、ハーツクライサンクは要チェックですよと。もう、これでほぼほぼ決まっております。ここ最近の連帯はっていうのはですね。 はい。えー、まあ、やっぱこの決闘面でね、やっぱりこれに勝るものはないかなと思います。はい。まあ、ほとんどがね、ディープ、えー、ディープサンクもしくはディープの系統っていうことが多かったと思います。あと、ハーツクライサンクもちょっといたかな。で、その他にいたのは大体ハーツクライ、えーと、サンデー系。 ですかね。三ー系になってくるので、まあ、そんな悪くないかなと。まあまあまあ、みんな走るでしょうっていうところですね。はい。ここら辺までが、まあ、あの、データで見ていくとこかなと思います。で、最後、えー、価値雲を探せということで、菊花所馬が天皇賞馬になりますよということで、やっぱりね、喫箇所を勝った方が天皇賞にね、強いっていうのは、まあ、まあ、昔から言われてるんですけども、えー、と、ただ、えー、過去ですね、8年で言うと、2015年以降で言うと、 発頭中の後は菊花賞馬で、残る1頭も、えー、菊花賞2着馬でしたよということになってますので、まあまあ、去年、一昨年なんかで見ても、やっぱタイトルホルダー、ワールドプまあ、連勝かかってますからね、タイトルホルダーはね。うんまあまあ、そういうところも大事なのかなというとこですね。はい。ではですね、えー、この辺を、ね、ザクッと。 まとめてあります。はい、もう書きました。えー、1着は4番人気ないですから、1番、3番、6番、7番というふうに今なっております。で、前走4着以内はとっていうのはえー、っと、1着、3着、9着、11着10、10あ1番番9番9番11番、3番、9番、11番、12番、14番、15番、16番、17番になっています。えー これね、すいません、間違ってますね。えー、前奏日経賞、阪神大表と大阪杯で1着なんですけども、14番は1着じゃなかったのでね、これ消しておきます。はい。えー、で、長距離は紀州で帰ってことで、まあ、その4人ですね、今回の出てるね、19、13、14かなと。で、まあ、スティー、ディープ、ハーツ3区で言ったら、1、2、6、7、8、11、14ということになっております。ただ、菊、え、花、ー、商売が天皇賞売にということでいくと、今回で考えるんであれば、歌手馬を探せということで、 えー、この3番6番の、えー、2頭になるかなと、えー、3番タイトルホルダー、えー、6番アスクピクター・モアイになるんですけどもあのアスクピクター・モアイに関しては前走が9着っていうねえー、っと崩れてますし、えー、っと機種の乗り換わりっていうのはありますんでこの辺ちょっとしんどいちょっと不安要素かなっていう部分ですねでタイトルホルダーに関してはですねやっぱり。 えっと5歳ですか、去年、おととしですね、おととしの菊花賞馬でありながら、去年の天皇賞春、勝、えー、ってる馬ですので、まあ、強いっちゃ強いですよね、しかもこの、どうですかね、タイトルホルダーの、うんえー、出てきたので、菊花賞で1着、有馬で5着、日経賞1着なっ てからの天皇賞、春一着なんですよね。で、宝塚一着、凱旋門が大崩れして、あれは記念で9着、日経賞一着ということですね。うん。流れから言ったらね、すごくいい、ローテーションもほぼ一緒ですね。うん。おととしもあれば5着からの。 次に日経賞1着、天皇賞1着ってなってますんで、まあまあ、この辺考えると、まあ、えー、やっぱりタイトルホルダーみんな押すんじゃないかなと思っております。はい。えー、で、ここでですね、私の全ての項目で高評価というふうに書いております。えー、これがですね、カチューを探せの方には入りませんけども、ジャスティン・パレス。はい。 したいいと思いますねジャスティン・パレス1枠1番引きましたのでまあ、しかも機手がルメールさんですからねこの長距離ですしあのなんと言っても京都の芝がですね、えー、と先週開幕週ですね2年ぶりにできてすごく芝の状態もいい、えー、地面の状態もいい中で、えー、1枠1番引けたって、まあ、まあタイトルホルダーではも1枠3枠。 2枠3番ですからいいんですけど、まあ、当然タイトルホルダー前行くだろうしはいでタイトルホルダーの後ろにジャスティン・パレスがついて。 そうなってきたときにどうかなとあります。はいはいまあね。えー、まあね、勝ち馬を探せで、菊花賞馬天皇賞馬にっていうなってるんですけども、1頭ね、いましたよね、2着になった馬が3、えー、1着になったときもありました。えーと、ジャスティン・パレスがですね、菊花賞3着ということになってますけども、まあ、この時に勝ったのが、 アスクビタムアで,すか、はい、で、まあ、0.1秒ということでね、えー、差もありましたんで、まあ、この辺はこれでいいかなと思っております。はい。で、雪一の解明ですね。どうしようかな、発表しようか迷ったんですけども、まあ、発表しちゃいましょう。ドンということで、3連単、ジャスティン・パルスからいきます。はい えー、ジャスティン・バレス1着固定の2着に3番、13番、14番という形で3番のタイトルホルダー、えー、13番の、えー、ボルドグフッシュ14番マテンロー・レオということで2着ですね、2着に3頭3着にこの3頭プラス、えー、9番のヒュ,、えー、ヒュミドール、えー、竹豊騎士ですね。 まあうまさに期待したい。三着突っ込んでいこんかな、っていうところですね。で、えぇ、ー、6番のアス,アスクビクターモア。まあこれも強いですかね。あと、七番ディープボンド。えぇ、ー、11番ディアスティーマ。9番人気ですかね。今ね、日経初三着やってますけども、はい。まあまあ距離長いのも走れるかな、ということで、この辺を、えぇ、ー、重点的に十八点。えぇ、ー、2、4、6、そしてすね。18点三連単いきます。で、厳選三連単っていう形で、一番、三番、十三番、十四番っていう形で、二点。 三連単をね、大きく勝負していこうかなと思っております。はい。えー、どうですかね。えー、一応ね、今日、えー、今の現地でね、金曜日の、まだ今夜、えー、9時になってませんけども、えー、9時前ですので、えー、まあ、このホームページから見たデータだけで見て、えいつも通り、えー、カチ勝ち馬を決めて、えー、三連単フォーメーション、えー、組んでいきました。 えー、明日ね、えー、また土曜日なんですけれども、新しく最近やってます、えー、っと、あのーこれ、全レース、あのー、書いていて、このノードに全部、これから書いていって、収支を出して、えー、1ヶ月。 今ね、4月の終わりからだったんで、5月末にですね、趣旨の方また発表したいと思いますけども、やばいことになってますんで、はい、この金額欄やばいです。はい、いつも,もね、検証動画でやってる、一口100円でやるレースでは違いますので、またその辺もね、しっかり動画に撮ってやっていきたいと思います。今日のね、えー、ゆきちの予想ですけども、あくまでもね、えー、ゆきちが勝手に言ってることでですね、皆さん馬券の購入の際にはですね、 ぜひとも、ご自身の判断とご自身の責任で、えー、またバ券の方を購入していただきたいと思います。えー、長くなりましたけれども、皆さんご視聴ありがとうございました。いいね、高評価をお待ちしております。チャンネル登録よろしくお願いします。